1>, 1月29日、朝の御言葉。私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。コリント人への手紙第2、4章18節クリスチャンとしての私たちの歩みにおいて、前を見つめていることは良いことである。冠は未来にあり、ゴールは前方にある。 それが希望であろうと、喜びであろうと、慰めであろうと、私たちの愛を奮い立たせることであろうと、信仰の目を持って見る主な対象は未来でなければならない。前途を望んでこそ私たちは罪を清められ、罪と死の体が滅ぼされ、魂が完全なものとされ、光の中にある生徒たちの資産を受け継ぐにふさわしいものとされるのを見ることができる。 さらに前方を眺めるなら、信者の輝いた目は、死の川を横切り、悲しみの川を渡って、天の都の建てられている光の丘に到達する。彼は真珠の門をくぐり、圧倒的な勝利者として観光を受け、キリストの手から冠を授けられ、その腕に抱かれ、イエスと共に栄光を受け、共に王座に座る。それはちょうど、 イエスが勝利を得て、父なる神と共に、魚意につかれた時のようである。この素晴らしい未来を考えると、過去の暗黒も、現在の憂いも消えてしまう。天上の喜びは、地上の悲しみを償ってあまりあるものである。恐れの思いを沈まれ。この世は束の間であり、間もなくそれを通過することになる。疑いを退りけ。 死は狭い流れに過ぎず、すぐにそれを横切ることになる。時はいかに短く、永遠はいかに長いことであろう。死は瞬間であり、永遠の命には限りがない。私は思う。私はすでにエシコルの谷のどうを食べ、天国の門の内にある泉を汲んで飲んでいるのである。民数記13章23節 目標は近づいた。まもなく私はそこにたどり着くであろう。この世にあって私の心が、憂いの嵐に悩むとき、思いは遥か天をかけて、嘆きも消える酒ろを見つける。この世での巡礼が終わるまで、輝く幻が私を支える。憂いに悩み、困難が私を責めるとも、 ついに私は天の家に帰るだろう。